キム・キル・シエンは、ルクセンブルク市出身の自転車競技選手。キム・キル・ヒエンという表記もよく使用される。ちなみに、ルクセンブルクスポーツマン・オブ・ザ・イヤーを5回受賞しているが、同郷の名自転車選手である、シャルリー・ゴールの4回を上回っており、現在のルクセンブルクを代表する自転車競技選手である。1999年から2年間は、 スロバキアのデナルディチームに在籍していたが、99年に、ルクセンブルクの国内選手権、エリート個人ロード及び、アンダー2 3個人タイムトライアルを制覇。翌2000年の国内選手権、個人ロードでは2位に食い込み、これらの実績が評価されて、2001年にイタリアのファッサボルトロチームとプロ契約を結ぶ。2002年、エネコツアーの前身にあたる、 ロンドファン・ネーデルランド及びツールド・ベルンにて総合優勝。2003年、ジロでイタリア初出場。総合29位。2004年、ツールド・フランス初出場。アテネオリンピック6位入賞のほか、2度目の国内、選手権、個人労働制覇。2005年、この年から実施されることになった UCI プロツアー対象レース、ツールド・ポローニュにおいて総合優勝及び、 ポイント賞も獲得。また、フレッシュはロンヌでは2位に入る。2006年、この年より、T、モバイルチームに移籍。3度目の国内選手権、個人労働制覇。2007年、ツールドフランスにおいて、第15ステージで2位に入ったほか、総合でも7位に食い込む。このほか、ティレイのアドリアティコ、ツールドスイスでともに、総合2位、ツールドポローニュでは、 総合3位に入っている。2008年、バスク一周総合7位。フレッシュはロンヌでは、カデル・エヴァンスらを振り切り同レース初優勝を飾った。ツールド・スイスでは、頂上ゴールの第6ステージで、アンドレアス・クレーデン、ロマン・クロイツヤガーラを振り切って、ステージ優勝を上げ、総合首位に立ち、最終的には、総合7位に入った。ツールド・フランスでは、序盤から、 総合成績で高位置をキープし、第6ステージ終了後に、ステファン・シューマッハーから、マイヨ・ジョーを奪った。その後第9ステージまでマイヨを堅持。山岳コースで苦戦を強いられ、一時は、総合10位以内からも脱落したが、最終的に総合8位に入った。2009年、国内選手権、ITT 連覇。2010年、チーム課シャ移籍。 ツールドスイスの期間中、ホテルで心臓発作を起こし倒れ、病院へ搬送された。医師によって安全のために渾水状態に置かれる等の承知が取られたが一命を取り留め、現在はレースへの復帰を目指している。ワンデーレースにおいてはフレッシュワロンヌのようなコース内に急勾配の給料を含んだレースで実績を上げている。ステージレースではタイムトライアル、 山岳コースを卒なくこなすオールラウンダータイプであり、グランツールにおける活躍も期待される。ありがとうございます。